タイニー始まりました。お相手は振付や歌舞伎本三ツ橋真希と松原健之です。タイニータイニーはあなたの毎日に小さな喜びを届けていきます。小さな喜びがいつしか大きな幸せとなって人生を輝かせていく、そんなコンセプトでお送りしてまいります。はい、今回も私たち MC がハロープロジェクトのメンバーをゲストにお迎えし、音楽やパフォーマンスを深く掘り下げてみたいと思います。4月からお休みしていましたこのタイニータイニーですが、今回から配信再開です。そして僕松原健之もついにスタジオに登場することができました。先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうねこの番組見ていて、僕卓井さんの代わりなんてとても務まらないと思って先生の足をこういっぱい引っ張るんじゃないかなと思ってますけども、頑張って楽しく務めたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあでは早速今回のゲストをお呼びしましょう。今回はこの方です。ジュースジュースの高木さゆきです。高木さゆき、1997年4月21日生まれ、千葉県出身。2009年ハロプロエッグに加入、2013年ジュースジュースのメンバーに選ばれ、同年9月にメジャーデビュー。2020年4月にはジュースジュース13枚目のシングル「ポップミュージック好きって言ってよ」を発売。今回はジュースジュースのソウルフルな歌を歌う高木さゆきを迎え、楽しいトークをお届けします。それでは早速お話を聞いていきましょう。まずは高木さゆきと MC 牧先生と、はい、さゆきさんの関係からまず初めて二人が出会ったのとか、そういうこと。そうですね、最初は私、はい、ハロプロエッグに加入した時なので、うん、2009年とかなんですけど、私が小学6年生になりたてぐらいの時に初めて先生と出会って、うん、なんかその時はこうやっぱり私右も左も分からずに小学生入ってきたので、なんかこういう世界が初めてだったというか、いっぱい女の同世代の子たちがもうプロとして先生からも指導されたりだとか、こうスタッフさんからもプロとして見られてるっていうのも、えーってすごく驚きでしたし、なんかすごい先生に最初はすごいビビっちゃって先生がいるだけで冷や汗みたいな感じだったんですけどだけど、すごい今となってはなんか本当にハロプロエッグとハロプロ研修生のその期間に学んだことってすごくこう誇りに思うというか、今の活動にすごく生きてるなって思うし、なんかやっぱ周りのなんだろうな、その当時はやっぱり同級生の子たちよりちょっと考え方もちょっと変わってたというか、うんうん、大人っぽかった、はい、そういう部分もあったので、すごい支えられてたんだなとも思いますし、育ててもらったっていう感じです。そんな嬉しいですね。先生ね、さゆきちゃんこうやって見るとすごい大人っぽく僕から見えるんですけど、はいはいはい、11年前その研修生の頃入ってきた時、うん、のイメージって先生覚えてますか。子犬、あ、子犬ちゃん、あれっていう、あれ子犬誰連れてきたみたいな子犬は研修生になりませんみたいな、そういうイメージでした。そうなんですかね。ハロプロエッグには子犬のオーディションありましたっけみたいな、そういう感じで、まあ、小さかったし、うん、なんかねイメージですよ、いつもなんかね湯あいててなんかついてんですよ。そうでしたっけ。でしかも髪の毛に、そう髪の毛にいつもなんかやっぱ可愛いじゃない小学生ぐらいって、はい、でなんかいつもでしかもねなんかねツインテールとかポニーテールじゃないのね、3つとか4つとか湯あいててそうでしたっけ。そうなんかね、多分ね前髪が長くって邪魔になったのかとか、多分そういうことがいろいろ重なってくると、あれ多分お母さんもやってくださるんでしょうね、可愛いのがいっぱいついてんだけど、マルチーズとかいう子は毛が固まらないようにこう湯あいてる感じがあるじゃないですか。ああいう感じで、あれ子犬だなって言って、あ子犬歌って踊るぞみたいな、そういう感じでしたね。可愛かった、とにかく可愛いワンちゃんみたいな感じ、もうすごく可愛かったですね。でも今やっぱ11年経って、はい、なんかこう心強いというか、ちょっともう大人っぽい女性にですよね。本当ですか。なんかさっきすごくやっぱこう歌がフューチャーされてるじゃないですか、その多分それは高木の努力だと思うんですけど、その辺でいくと、ああ、あの時からこうなったかっていう、まあ、途中結構、まあ、ずっと見ている感じなので、なんかその辺がなんか逆に高木を見て、あ12年経っちゃったっていう、こっちが逆にドキドキしてしまうような感じにはなりますね。さあここで高木さんのことをよく知る方からメッセージをいただいているのでご覧いただきましょう、はい、ジュースジュースの宮本かりんです、高木さゆきちゃんはですね、まあ、ジュースジュースの中では本当になんていうんですか、サブリーダー
になったんですけど、あの宮崎ゆかちゃんがねリーダー卒業してサブリーダーになったんですけど、あの元々すごいあのハロプロエッグから10年ぐらいの中なんですけど、うん、しっかりしてる子だって最初思ってたんですけど、あの長く付き合っていくうちにそのなんて言うんですか、意外と抜けてるところもあるような子でなんか忘れ物とかするような抜けてるっていうよりはなんて言うんですか、ふわふわしてるというか、なんか意外と面白くて、あのなんて言うんだろう、こう真面目ですキリッみたいな感じじゃないタイプで、とても面白いタイプだなっていうふうに思うんですけれども、高木さゆきちゃんの本当にすごいなって思うところは、うん、あのまずね、あのこうやり通すって決めたことって絶対やるタイプなんですよ。あのダイエットだったりもそうなんですけど、こう歌だったりダンスだったりも自分が、あここは嫌だって思ったところは徹底的にちゃんと直していくというか、なんかそういうところが本当にすごいなって思うし、やっぱ誰しもね、あのハロープロジェクトだったりジュースジュースのファンの方は知ってる方が多いと思うんですけど、うん、歌姫ってすごい、もう歌声がもうすごいんですよもうとにかくすごい、もうこれは聞いてもらわなきゃね、あのちょっと伝わらないんですけど、あのぜひね、あの YouTube だったりで聞いてほしいんですけど、本当にね、あのこう努力がなかったらもうこんな歌すごいことにならないので、本当にね、あのそんな努力してますとかいうタイプじゃないんですけど、自分のこう外から見た評価とかをちゃんとあの見てるところがあるので、なんかそういうところはすごいしっかりしてるし、とても素敵だなと思っておりますということでね、あの高木さゆきちゃんにねちょっと改めてほしいことが一つあるんですけど、なんだろう、まあね、本人も自分で言ってくることが多いんですけど、あの時々あのメイクで眉毛描くの失敗することをあのやめてほしいなというふうに思っております。あのちょっとね、あの太く描いちゃったとか細く描いちゃったとかよく言ってることがあるので、あの眉毛の方を安定してもらえると私の心も安定するかなと思いますということで、以上ジュースジュースの宮本かりんでした。ありがとう、ありがとうございます、かりんちゃん。ねえ、宮本かりんちゃん、なんかすごく仲のいい感じっていう印象を受けましたけども、ね、ジュースジュースの中でも一番こう、うん、一緒にいる歴も長いので、研修生ハロプロ1個に入ってきた時も同じぐらいだよね。はい、そうですね、ですよね、かりんの、そうです、1年後ぐらいですけど、でもね、時期的にはそんなにズレがないってことですよね、はいはい、でどうなんですか、さっき言ってた、ま、眉毛眉毛眉毛ちょっとよって今日の眉毛見せて今日の眉毛は、うん、今日の眉毛は自分的にはどうなの。でも今日はちょっと割と、うん、いいんじゃないですか、うん、肌違いますか、いや、ちょっとカメラに見せてあげてください、うん、こんな感じで大丈夫ですか、はい、皆さんこんな感じでちょっと恥ずかしいんですけど、いい感じ、はい、あの、うん、でも本当に眉毛、いつも、まあ、左右で大きさは揃えるようにはしてるんですけど、はいはいはい、毎日揃えるってなると難しいんですよね。それはそうだね、で左右で片方細くて片方太かったらおかしいやろそうなんですよ、だから、そこをこう今後の課題としてカリも言ってましたけど毎日同じ太さ薄さでっていうのはなるほど、ちょっと頑張りたいなと思います指摘されちゃったのでいやでもそのメイクのこともね、あの、あれですけど、周りの評価も気にしつつ努力を怠らないというふうにねかりんちゃんは証言をしてましたけれども、そういうところもちゃんと評価して見てくれてるっていう意味では、そうで、なんかそういうなんか真面目な話をこうちゃんと、うん、あの、お、なんですかね、向かい合ってする感じの関係性でもないですし、かりんもあんまり言う感じでもないので、うん、そういう お互い褒めたりとか、うん、なのですごくなんか不思議な恥ずかしい気持ちでした、ね一回してみたらいいと思いますけど ね、 そうですね、逆に長くいるからこそいろんなことを見ててくれてるし、そばにいてこれを機会にね、うん、そう、ほら眉毛の話も普通の人じゃちょっとなかなか言いづらいかりさん眉毛ちょっとっては絶対言えないからね、そうですね、かりんだからこそ、うん、そうふわふわっとしてるとかもね言ってましたけれども、うんうん、意外と面白いとかね、そうですね、意外ととか言ってましたね意外とって面白いね逆に失礼しちゃいますけど、はい、そしてかりんちゃんはジュースジュースとハロープロジェクトからの卒業を発表していますが、はいはい、今どんな気持ちですか。そうですね、やっぱり聞いた時はその卒業を聞いた時はこう衝撃だったというか、こうなんだろうな、宮本かりんちゃんがいたからこう私もジュースジュースになれたし、ジュースジュースが組まれたのかなというふうにも自分的には思ってましたし、その本当にジュースジュースの顔としてこうグループを引っ張っていってくれた存在なので、すごく私も尊敬しているところもたくさんありますし、なんか本当になんだろうな、
この先大丈夫なの、カリンがいないジュースジュースってどうなるんだろうっていう不安もちょっとあったりとかして、いろいろと考えたんですけど、でもそうですね、カリンもこうその自分の夢のためにこう明るい卒業なので、そう、私もなんだろうな、ソロで活動してるカリンを見てみたいなっていうのもずっとあったので、そこはこう楽しみにしつつ、やっぱりあのそうですね、一緒にいる時間が長かった分ちょっと寂しさもあったりとかもするんですけど、そうですね、今まで切磋琢磨してきたので、これからはこう自分もそうですけど、しっかりこうジュースジュース引っ張っていけるように頑張らないといけないなと思ってます。うん、もう明るく見送って、ね、そうですね、はい、そうですね、サブリーダーだもんね、そうですね、頑張って、頑張って頑張ります、はい、では次はこのテーマでお話を伺っていきましょう。じゃん、高木さゆきと歌、出ました。これは興味ありますよ、こう歌はもともと大好きで、あのでも得意っていう感じではなかったんですけど、なんか歌もダンスもそんなにできないけど、あのハロプロエッグに入ってきたって感じなんだので、いやいやなんかね、ジュースジュースって歌がしっかりしてるってイメージあるんですよ、あすごく言っていただくことも多くて嬉しいんですけど、まだまだ頑張りたいなと思って、それでなんかそのハロプロエッグを卒業、ハロプロ研修生を卒業してジュースジュースになるタイミングで、当時のマネージャーさんが、その高木はその歌でジュースジュースを引っ張るような存在になってほしいなっていうのを言われたんですよ、ね、はい、言われて、そう個人的に言われて、それがこうずっと心にはあったんですけど、私もなんかどういう立場でジュースジュースにいたらいいのかがちょっと正直あんまり分かってなかった状況だったので、そのデビューする時には、なのでその言葉はすごくこう自分の中に残ってて、それでこういろいろ好きなことですし頑張ってみようと思って、いろいろとこう練習したりだとか、ボイストレーニングもそうなんですけど、そしたらこういろんな方から声、なんだろうな、お褒めの言葉もそうですけど、いろいろこう言葉をいただいて、あすごく自分的に、あこれ自信持っていいのかなっていうふうに思うようになったなと思います。やっぱ歌割りとかもどんどんこう変わってくるじゃないですか、そのまあ曲に合わせてっていうことも含めてだと思うんですけど、そのこのポジションは高木みたいな感じのところとかってやっぱりあったりしますもんね、そういうところではこうしっかりこう安定して聴いてられるみたいな、そう安定してるって今先生おっしゃった、本当にそうなんですけど、そうやって何なんだろう、一番最初例えばね、はい、子供の頃どういう歌を聴いてたかとか、そういうのもあるんですか、こう意外な曲を聴いた、子供の頃は、はい、私はずっと小袋なんかちょっと渋い感じしますね、でも時代ですよね、小袋聴いて育ちました、確かに、いや、 やっぱりそのハーモニーにね、ピンときたっていうのが多分音楽の素養がすごくあったんじゃないかなと思うんですよ、なんですかね、多分僕の思うに、嬉しいです、ね、そして今自分を語る上で欠かすことのできない楽曲があるそうですよね、あはい、そうです、あのジュースジュースが、カバーさせていただいた、マジックオブラブというのがあるという曲があるんですけど、あのその曲はそのアルバムの中の一曲、カバーとして出させていただいて、そこからこうライブでもパフォーマンスしていくことになったんですけど、その私がその最後にすごいちょっと長めのフェイクがあって、そこをこう任せていただいたんですけど、なんかそれでこうなんですかね、まあそこももちろんすぐにはできないのでたくさん練習はしたんですけど、そのライブしたりとかして、その後に握手会があったりとかするときに、すごいたくさんの方からその、マジックオブラブの話を、フェイクの話をしていただくことも多くて、そこでかなりこう自分的にも自信がついたなというのがありました。そのマジックオブラブって、その太陽とシスコムーン、はい、いわゆるこの事務所の先輩方の楽曲じゃないですか、はい、その最初歌うときってなんかこうみたいなのとかあった？ああそうです、なんかもちろんそのすごく歌ももうプロな感じの、方々、プロなんですけど、あのもう本当にすごく上手な方々なので、なんかできるのかなっていうのもあったんですけど、でもその任せてもらったのはやっぱり嬉しかったですね、この歌割りが来て歌えるんだって思ったのは嬉しかったんだ、はい、嬉しいけど大丈夫っていう感じでした、嬉しい人と大丈夫って言ってる人がいたんだね、はいはい、そうです。さあその他にも最近自分の成長を感じることができた曲があると聞いてますよ、はい、聞かせてください本当に最近なんですけど、はい、あのミーシャさんの会いたくて今という楽曲を、絶賛 YouTube 配信中ですよね、そうです、あの YouTube でこう配信させていただいたんですけど、はい、なんかそのやっぱりまるまる一曲を一人でレコーディングするっていうのも初めてでしたし、そのなんだろうな、いつものハローの楽曲とは全く違ったその歌い方だったり、レコーディングもいつもとは全然違う感じで撮ったので、まあ、いつもはやっぱりこうグループなので、その
なんだろう、多少のこうためとかズレとかがあるとこうやっぱみんなで重ねた時にはみ出してしまうので、うん、そういうところはこう細かめにこう言われるんですけど、まず自由にやってみてっていう風に言われて、なんか最初にすごい自由にレコーディングしたのが楽しかったなっていう思い出があります。そしてなんかなんだろうな、声の出し方とかもこうやっていくうちに、なんだろう、こっちの方がいいかなって変えたらちょっと前のところと合わないから前もじゃあ取り直そうっていう感じでやったりとか、うんうん、すごく勉強になりましたね。そうですよね。じゃあそのハローじゃない楽曲を歌う、はい、しかもバラードを歌うって、うん、しかもミーシャさんですね。ミーシャさんって、ね、結構なんかこう変な話ですけど段階を経てっていうよりも結構 いきなりドーンっていった気がするんですよ私的には。確かにそこ行ったかみたいな、うん、そうですね。確かにボーカリストの中でもミーシャさんっていうのは最高峰の方じゃないですか。そうですよね。そこに一気にみたいな、うん、そうですね、うん、そのプレッシャーには負けられませんでした。なんかそのレコーディングの時にも、うん、まあ、ミーシャよりうまく歌えないのは分かってるからだからその今持ってるものを全部出すつもりでやってねっていう風にディレクターさんたちにも言われて、うん、あ、分かりましたって言って分かりましたって言ってそのレコーディングをしたんですけど、うん、なんだろう、なんかやっぱり私は張り上げる感じの歌がジュースジュースではすごく多かったし、うんうんうん、その他のところはこう短かったりとかもするので、うんうん、そんなにこうなんだろうな、ちょっと苦手なこうなんですかね、 A メロとか B メロとかの静かに歌う感じはちょっと苦手な部分だったので、うん、そこはちょっと挑戦しながら頑張りました。でも私見させていただいたんですけど、うん、苦手感は全くないですよ。嬉しい。意外となんかしっかり歌ってるし、うんうん、なんか前半はねこう語る感じでこう歌って、で最後ね歌い上げるとこはもうワーンと、もうミーシャさんとはまたちょっと違うね、あれで、逆に高木の新たな一面が見れたって言ったら正解ですかね。なんかこう違う高木が見れたなっていう感じはしましたね。やっぱりカバーをするっていうすごい大変ですよね。そうですよね。でも研修生もそうなんですよね、うん、いわゆる初先輩方の歌を歌うっていうのは、はい、一応カバーにはなるので、うん、そうですね、はい、どうしても比べなきゃいけ、うん、比べられてしまうっていうんですかね、うんうん、いうものがあるっていうのはすごくやっぱ大変だと思うんですよね。その研修生の時とかにその先輩方の楽曲をカバーさせていただくことは私もたくさんあったんですけど、うん、なんかそのどうしても最初はモノマネになっちゃうというか、うん、こう本当の原曲がある曲をカバーするので、うん、なんかそうですね。でもその中でそのなんだろう、やっぱ研修生とかはリズムとかもまだあんまり分からなかったりとかするので、なんかちょっととりあえず真似していって、うん、ちょっと直されたらそこを気をつけてっていう風にしてたんですけど、そのなんだろうな、やっぱりその自分なんだろうな、なんて言うんだろう、個性というか、そのまあ私もミーシャさんの曲歌わせてもらって、やっぱりミーシャさんにはかなわないですけど、そのなんだろう、自分のまあ個性じゃないですけど新しい部分を見てもらえたらいいなと思ってこうやったので、それでこうなんだろうな、こうミーシャさんの曲はこういう風に聞こえるけど、さゆきちゃんが歌ってるのはこういう風に聞こえるって言って、小田ちゃんが歌ってるのはこういう風に聞こえるなっていう風に、こういろんなこう受け取り方があるんだなっていうのもコメント読んで気づきましたし、それは嬉しかったなと思いました。逆に松原さん、僕もね今さゆきちゃんが言ってたように、なんだろう、ミーシャさんと例えば同じように歌ったとしても、さゆきちゃんの声で歌ってるので、うん、同じ歌い回しで歌っても絶対違う歌になると思うんですね、うん、で僕もカバーするとき、やっぱり一つだけ心がけるのは、やっぱりご本家をリスペクトして、うん、ご本家にある程度忠実に歌い方とか、うん、まあ、楽譜も見て譜面通り歌うとかこともありつつ、まあ、自分の声なんで、まあ、そこも違うので、うん、なんだろう、変にこう変えようとかってあんまり思ったことがなくて、だから、まあ、それが正しいのかどうかは分からないんですけども、でもいいですね、まあ、これからもなんか勉強になります。迷いながらきっとやるんだろうなと思います。はい、タイニータイニー、この後もまだまだ続きます。モーニング娘。20心&体 Now on saleジュースジュースの高木さゆきさんをお迎えしているタイニータイニー、ここからは映像を見ながらご自身のパフォーマンスを解説してもらいます。はい、解説してくれるのはどんなパフォーマンスですか。はい、ジュースジュースライブ2018アット日本武道館トライアングルーヴから、メロディーズの映像をご覧いただきたいと思います。おお、すごい。なんかこれがそのジュースジュースのメンバーがクール、
可愛いセクシーの3グループに分かれて、パフォーマンス、なんか先輩の楽曲だったりをジュースジュースの楽曲じゃない曲をこうカバーしたりとかっていう企画というか、そういうライブだったんですけど、その中でこうセクシーに選ばれてしまってしまってってことはないでしょなんかその時、そうですね、なんかやっぱり苦手意識が自分的にあったので、うわーって思ったし、やっぱり他の2人もすごくもともとセクシーだねっていう風に言われてる2人だったので、すごくプレッシャーでしたね、この時は。あ、そうそのプレッシャーっていうのは、そのセクシー感がプレッシャーだったの？なんか曲、その自分この時はこうセクシーをこう存分に出さないと、こうなんだろう、グループのメリハリが出ないからっていう風にもう言われていたので、そこはこう頑張んなきゃいけないなっていうので、2人の雰囲気もすごくなんですか、大人っぽいので、壊しちゃったらどうしようとかもありましたし、難しかったです。衣装もすごくね、大人っぽくて、こういう衣装だと先生、やっぱ振りもやっぱりそういう大人っぽい、特に大人っぽいグループっていうイメージが今そこについてきてるから、そういう風になるんでしょうね。なんかこう、なんだろう、もともとあるメロディーズのこうダンスとはまた全然違 う、 こう階段を使ったりだとか、あと間奏のダンスはもうまるまる新しいのつけてもらって、すごい難しかったです。ファンの皆さんもびっくりドキッとしちゃうじゃないですか。そうですね、なんかガラッと変わると、あの曲の始まりの時にもともとカーディガンではないんですけど、なんかカーディガンではない、なんか黒いのを羽織ってたんですけど、それを脱ぐみたいなシーンがあって、その時はフーって聞いてもらったりとかすごい嬉しかったですね。もうすでに2年前ですよね。そうですね。おってことは今歌ったらどうなるんだろうって、逆にその方が気になりますけどそうですね、はい、なんかでもあの3人っていう感じが、もともとメロディーズって2人じゃないですか、はい、松浦と藤本、うん、はい、それが2人で歌ってるものが3人で歌うっていうのはちょっと斬新でしたよね。またそれも、ああなるほどなって思いながら、でハモリ担当、そうですね、はい、ハモリ担当、ハモリ担当で、それは歌っていただいた方が今いいですね一言ぐらい聞かせていただいた方がね、はい、ハモリ、最後のとこだけ、うん、最後のとこだけ、はい、歌ってみてくれる？はい、わかりました。カメラ目線でお願いできますか？はい、はい、こんなことばかりするために生まれてきたです。お難しい、なんかハモリですね難しい、最後のところ、プロから見るとやっぱり難しい、うん、いやすごいこう難しい、あれこよく分かってないですけど、これ難しいところのハモリなんかね、はい、そうなんです、難しかったです。でも素敵でしたよね。素敵、ありがとうございます、嬉しい。だからいつにない感じは確かにするなっていうのはありましたね、うん、あと上村がやってちゃんとやってた、うん、やってた、ちゃんとできてたそうですね、なんかまたあの3人っていうカラーリングが面白いんですかね、うん、それぞれの、いやすごい大人っぽかったです ね、 勉強になりました。どうでした、その自分がこう実際今こう逆に今見る立場じゃないですか、はいはいはい、2年経って見てみてどうなんかやっぱりなんかリハーサルの時、うん、もう本当にこのこれのこのライブのリハーサルの時ぐらいから先生にそういうことを、なんだろう、力を抜いてとか、そういう指示を、指示というかアドバイスいただいてたので、なんかこう自分の中でもすごく葛藤してた時期だったんですけど、なんかそうだな、最初は一番最初にリハーサル、この曲のリハーサルをするときに一人だけなんかちょっと違う曲を踊ってるみたいになってたので、そこは先生にこういろいろご指導いただいて、で自分的にもまあ先生の言ってる意味はすごくわかるけどできないという感じだったので、そこはなんとか本番までにしなくちゃと思って、一生懸命こういろいろ、なんですか、先輩の動画見たりだとか、アーティストさんの曲見たりとかして、ちょっとは最初の日よりはやっぱりすごく、なんだろう、まとまって見えたかなというのもありますね。よかったと思います。素敵でした。頑張りたいと思います。素敵でした。はい、次はこんなことを聞いてみたいと思います。高木さゆきとステイホーム、まあね、今も一部まだ続いていますが、この自粛期間中に何を考え、どう過ごしていたかというのを聞かせていただけますか。うん、なんかそうですね、やっぱりそのライブがない、なかったりとか、皆さんとお会いする機会もない分、なんかすごく、まあ、心配な部分もあるし、自分的にはライブもすごく好きなので、うん、早くライブやりたいみたいな感覚にもなりましたし、なんかそれでこう、なんだろうな、なんか今まではあんまり
こうお休みの日とかに自分たちの映像だとか、ハロープロジェクトの映像を見るのが避けてたというか、うん、ちょっとなんか休んでる感がないなって感じで、うん、ちょっと距離を置いてしまってる部分があったんですけど、その自粛中はすごく 見たなっていうふうにも思うし、うん、そのあとは体力が持たなくなるのがすごく心配で、うん、その毎日、縄跳び、短い縄跳びを、500回普通に跳ぶの、はい、前跳びです、飛ぶようにしてて、でなんかその期間中に初めて私運動神経がさっきも言ったようにすごく悪かったので小学生の時は二重跳び1回もできなかったんですけど、うん、二重跳び8回できるようになって、すごいそれは嬉しかったです。やっぱ運動神経どんどん良くなってるんですね、男女の投げ回って。その縄跳び、なんで逆に縄跳び、なんか、うん、その走ったりもまあたまにはしてたんですけど、はい、そのなんかこう外に出てすぐできるっていうのもあったし、うん、あ、そっかそっか、出てすぐしてですぐ帰れるしね、はい、なるほど。 では最後にこれを聞きましょう。高木さゆきの交友録。なるほど、お友達関係ってことですか。お友達関係、ね、はい、はい、お友達関係です。最近特にパフォーマンスに関してよく話をするメンバーがいるそうですね。はい、モーニング娘。20の小田さくらちゃんなんですけど、何回かそのステージでも歌わせてもらうことが、今まで4回ぐらい、3回ぐらい、2人でってこと？2人でで歌わせてもらう機会があって、まあ、その時にとか今回 その会いたくて今ミーシャさんのカバー、小田さくらちゃんも、カバー動画出してるんですけど、そこでその2人のなんだろうな、歌のこうどういう風に歌おうかみたいなこととかも話したんですけど、そうですね、なんかすごくやっぱりモーニング娘。さんで今までやってきた小田ちゃんとジュースジュースでやってきた私とだと全然なんか、なんだろうな、曲のなんだろうな、大事にしてる部分、まあ、もちろんどっちも大事なんですけど、捉え方が違うってことかな。そうなんですよね、なんかやっぱモーニング娘。さんだとその16ビートとかリズムとかはやっぱりまあみんな大事なんですけど、なんか特に大事にしてる感じがあって、そのグループによってその歌割りのその長さでつなげなきゃいけないとかもあると思うんですけど、その話してて全然その違うところがあって面白いなっていうのもありましたし、それは逆に違うことを話すことでなんか、ま、自分にプラスになることはありますか。あ、そうですね、なんかやっぱり小田ちゃんってすごい音楽聴くんですよ、うん、それで、まあ、私も聴くようにはしてるんですけど、多分すごく好きなので聴いてて、でいろんなことを教えてもらってっていう発見もあるし、うん、あとはそのなんだろうな、その改めてそのジュースジュース その歌の個性は何なのかなとかいうのもちょっと分かってくるきたような気がして、そのなんだろう、あの私はすごくその歌詞だとか、うん、そのなんだ気持ち的な部分がすごく出やすいタイプってディレクターさんにも言われてて、その歌にでなんかもう感情的になりすぎちゃうぐらいの、ちょっと抑えてぐらいの感じらしいんですけど、小田ちゃんは逆になんかもっと感情出してっていう感じの人らしくて、なんかだからなんか全然違う、今回のミーシャさんの会いたくて今も違う楽曲に聞こえるし、逆にそれが面白かったかなみたいな。なるほど。でなんかディレクターさんもなんかレコーディングしてて、なんかその差が違いがすごい面白かったって言ってくれて、で、あ、そうなんだって私もそこで初めて知りましたし、なんかそのなんだろうな、その比べるとかじゃないですけど、その自分の個性を改めてこう教えてもらえたような気がしますね、小田ちゃんと話していたりすると。限りあるもので命ごと輝いてありすぎ冒険。アンジュルムニューシングル限りあるモーメント、8月26日オンセイル。はい、ハロプロ研修生コーナーです。このコーナーではハロプロ研修生の様子や成長を追いかけていきます。はい、高木さんももともとハロプロ研修生だったそうですが、はい、研修生時代どんなことを感じながらレッスンなどを受けてたんでしょうか。はい、私は、ハロプロエッグのオーディションを受ける時は、うん、そのデビューしたいとかそういうアイドルになりたいとかそういう気持ちでオーディションを受けたわけではなく、うん、その何ですかね、いろんなこうレッスンとかもこうなんだろう、ハロプロエッグに入ると受けられるとか、そのライブもこう新人公演だったりとか、うん、生卵ショーみたいな形でこう発表会もあるみたいな感じで、うん、その雑誌に書いてあるのを見て、うん、その自分的にはなんかこう全然ダンスも歌も全然できませんし、そのなんだろうな、今までの、その
経歴みたいなものも全くなかったので、うんうんうん、一回、そこでこういろんな経験をさせてもらおうと思ってこう入ったんですけど、うん、その本当に何も分からずに入って本当経験積むだけのためみたいな感じ、うん、ちょっと言い方あれですけど、うん、入ったんですけど、そしたらこう周りのみんなが本当にもう大人みたいな考え方でこう本当にもうデビューしたいって言ってる姿にすごく刺激を受けて、で私も本当に私もデビューしたいっていう風になって、そうですね、そこでこう頑張ろうって改めて思ったっていう感じで、そのデビューしたいっていう気持ちを持っているって、もうこれハロプロ研修生にはすごい大切なイベントがこの間あったんですよ、うん、ハロープロジェクト研修生発表会2020夏の公開実力診断テスト長いが先日4月26日に行われたばっかりです。そう、この実力診断テストでは18人のハロプロ研修生たちの中からこちらの7名が賞を受賞いたしました。タイニータイニーではこの実力診断テストにて賞を受賞した研修生のパフォーマンスを紹介していきます。今回はベストパフォーマンス賞を受賞した石栗かなみと歌唱賞を受賞した久保田ななみのパフォーマンスを、はい、この2名ですね、はい、一緒に見ていただきたいと思います。ベストパフォーマンス賞をいただきましたハロプロ研修生北海道の石栗かなみです。今回私はモーニング娘さんのリゾナントブルーを披露させていただきました。今回私は11センチのヒールのかかとのある靴を履いたんですけど、それがこう見ているお客さんに伝わらないぐらいこうナチュラルに履きこなせるように日々体幹トレーニングなどをして頑張りました。ダンスでは今回私4回目の実力診断テストということもあり、こう去年や一昨年の自分とは違った自分を見せたいなと思ったので、オリジナルの振り付けに挑戦しました。ダイナミックな衣装を使った振り付けだったり、あとウィンクのようなこう細かい振り付けの両方の振り付けを入れてメリハリのあるパフォーマンスにしたのと、あとこうカメラに常に映っていてカメラの向こうに皆さんお客さんがいらっしゃるっていうことを考えて練習もしたので、そこに注目していただけると嬉しいです。私石栗は今回このベストパフォーマンス賞という素晴らしい賞をいただけて本当に嬉しいです。ありがとうございます。今回の実力診断テストは私にとってこう新しいチャレンジをした回でもあったんですけど、でも自分らしさを忘れずにパフォーマンスをすることができたんじゃないかなと思います。これからはベストパフォーマンス以上の私をこう毎回出していけるように初心を忘れずに頑張ります。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。17番石栗かなみです。聞いてください、リゾナントブルー。私こう研修生をこう見ちゃうとついついこう審査員モードみたいになっちゃう。ダメ出しみたいになっちゃった。なかなかこうじーっと見てしまうので。でもかなり大人っぽいですよね。そうですね、なんかイメージになかったから。あ、そう、はい。どんな感じでした？なんか、なんだろう、爽やかな感じのイメージだったので、フレッシュな感じのイメージだったので、リゾナントブルー攻めてるなって感じがしますね。
わゆるベストパフォーマンス賞、ありがとうございました。今回のトップというか、ベストパフォーマンス、はい、歌唱賞をいただきました。ハロプロ研修生の久保田七海です。私は今回モーニング娘。三井愛華さんの私の魅力に気づかない鈍感な人を歌いました。私は今までかっこいいダンスをたくさん踊ってきて、かわいいダンスはあんまり踊ったことがなかったので、ストレッチなどをたくさんして女性らしい動きをできるように頑張ったのと、歌も全く一緒のように歌うのではなく自分らしく歌うように何度も何度も歌詞を読んで、その主人公になりきれるようにしました。私はずっと研修生に入った頃から歌は苦手っていう苦手意識がすごくあって、去年の実力診断テストの時に一人一人先生からの歌の先生から感想を聞く場面があって、その時に私はあまりいい評価をもらえなくて、この1年間ずっと基礎をたくさんやったり、その歌をみんなに早く追いつけるようにたくさん頑張っていたので、すごく歌唱賞をもらえた時は1年間頑張ってよかったって思ったし、すごく嬉しかった反面、今後すごい頑張らないとなっていうすごい不安もありました。でもまだまだたくさん課題があるので、一つ一つクリアできるように頑張りたいなって思います。10番久保田七海、聞いてください。私の魅力に気づかない鈍感な人、歌唱賞、歌唱賞です。歌唱賞、今は私の魅力に気づかぬ鈍感な人、まで確かにあなたの後ろちょろちょろしてるだけだもん。手足長いですね、今の子も。そうですね、みんな手足長い。みんなやっぱり緊張してますね、でもすごく。逆に今回は配信だったので、お客さんが配信する感じではなかったので、嫌だったと思いますよ、考えてみると。審査員が前にいて、そうですよね、オーディションみたいな、はい、なんかね、皆さんがファンの方たちが見てくれてると、それはまたちょっとね、ライブ感が出てくるし、少し逆にそれがエネルギーにも変わったりするじゃないですか、応援が。だけどまあ難しい顔して人たちが前にこうずっと並んで座ってるだけですから ね、はいはい、やりづらかったんではないかなと思う。違ったいつもと違う緊張感が出たんじゃないかなっていうふうには感じますね。、うん、ありがとうございました。高木さん、いかがでしたか？そうですね、私はあのギリギリ、あの、このベストパフォーマンス賞じゃなくて実力診断テストみたいなものは出てないんだよね。出てないんですよ。出てないんですよ。なので、その時にはデビューが決まってたんですよ。あ、すごいすごい、はい、ね、そうですね、なのですごいこうやっぱりプレッシャーだろうなって思うし、しかもみんなこのなんだろう、若いなんか、若いって若くて、そのなんて言うんですかね、もうなんかいろいろ考える時期に、なんか大変だなってやっぱみんなちょっと心配しちゃったんですけど、でもなんかこうやって一人でこうパフォーマンス、自分の思ったようにこう衣装もその歌詞、歌も決めてっていうのは、なかなかこうデビューしてからもやる機会があんまり多いわけではないので、すごい貴重な場だなというふうに思いますし、みんなが緊張してるのもすごい伝わってきたし、なんかそこに今はこうなんだろうな、その受賞した子たちがそのデビューしてっていうのも結構見かけるので、そこは多分みんなすごいプレッシャーの中やってるんだろうなって思って、いつも楽しみにしています。一回やっぱやってからデビューすればよかったね。怖い。やっぱ体感しといていただくのが一番ね、緊張感ね、はい、緊張しそう。全てあれオールセルフプロデュースなんですよ、いわゆるステージングも、もちろん振り付けも、
衣装も、衣装も、はい、なので私がステージングをするわけでもないし、うん、自分でステ例えば動いてもいいし踊ってもいいし、うん、踊らなくてもいいしって全部自分で決める、うん、でこの衣装を着るとか、うん、だから例えばその私なんかも質問でなんでその衣装でこの歌ですかっていうことを聞いてみたりとか、うん、質問させていただいたりとか、うん、いうこととかその楽曲を決めたポイントは何ですかとかってやっぱこう聞いてみたいなっていうところがいっぱいあるので、うん、それを質問させていただいて、うん、こうああなるほどねっていうふうにこう皆さんにもこうよく見ていただけるように理解していただくことが一つでも増えるといいなと思っていうことを質問するようには心がけてるんですけど、はい、どうでした？ちょっと初めてですね。多分僕初めて見せてもらったんですけど、うん、今回はまあこういう状況ってこともあって無観客で審査員の先生がね、ポツポツとね、前にいるの怖いよ、嫌だよ ねやだと思うんですよ。ノリノリじゃなくて難しい顔して座ってるんですよね、こうやってそこでね緊張せずにやれって言っても難しいですよね。でもまあそこでその1回のチャンスにバンと自分の実力を出せた子が残っていったりするわけですもんね。そういう中でベストパフォーマンス賞と歌唱賞、はいね、受賞されたお二人、その、うん、歌をされている歌唱賞的にはいかがですか？歌唱賞的よりもなんか目がなんとかフリフリの感じでこう目がいっちゃうんですけど、はい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 、歌唱賞なんだみたいなちょっとね思ってしまったんですけど、うんうんうん、どうですか先生その辺の審査基準。そうですね、うん、まあ、私たち例えば私もあのボーカルの研修生のボーカルの上野先生も一緒に見させていただいて、はいはい、その、まあ、もちろんオールスタッフ見ている中でこの年々のこの成長とか日々の成長がやっぱ比べられるじゃないですか、うん、私たちは、はい、あここ頑張ってきたな、こいつここやってきたじゃんみたいな感じがあって、うんうんうん、で久保田は比較的もうやっぱ自分でその歌が苦手意識がすごい強いんですよ。あ、そうなんだ。でかといってじゃあダンスが得意かっていうとそうでもないのね、その彼女の中で、うん、でその苦手意識の中で自分があの楽曲を選んですごい練習してきたねっていうのはその歌の上野先生もいや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 もう声がちゃんと乗ってたしマイクに乗ってた、まあ変な話、うんうん、声をマイクに乗せるっていうことから教えなきゃいけないので、うんうん、そういったところの成長率っていうことも含めてあの今回歌唱賞を頑張ってくれたんだなっていうふうに思いますし、逆にベストパフォーマンス賞の石栗は、うん、振り付けはオリジナルいわゆるモーニング娘。の楽曲ですけどもモーニング娘。の振り付けが、サビはそのまま使っていて、はいはい、曲の中は自分でアレンジしてるんですよ、うん、ステージングとともに自分で振り付けを考えてきてたりとかってするので、うん、そういうふうになんかこうやっぱり今出せる自分をっていうのを彼女たちなりに考えてこう勝負をかけてきてるなっていう、うん、そのでもかわいそうっていう言い方は変だけどワンコーラスしか歌えないの、うんうん、なんかそこは短くてかわいそうだなっていうふうに思うんですけど、でも逆にフルコーラスとかになっちゃうとそれはそれで歌う方としてもプレッシャーなのか、まあ果たしてどっちがいいかっていうことはあると思うんですけど、その1分半ぐらいの中にこう今までの自分練習してきた自分とか、いうものをこう一生懸命詰め込んで頑張ってきてるって感じなんですよね。緊張感今のお話に伺っても余計なんかそれ聞いたら余計舞台立つの緊張しそうな感じ。そうですよね、高木ちゃんは立たなかったな。 そうですね、うん、なんかでもやっぱりそのいつも見てくださってる先生たちが、うん、その見るからもう本物なんだろうな、自分のが努力したらもうそのままこう多分こう見てもらえるというか、うんうんうん、ふうに思うから自分たち的にもすごくその本当に努力してた子たちは自信になるんじゃないかなっていうふうに思いますね。自信もつく、うん、そうですね、やっぱ一人で立つっていうことはすごく自信にもなると思うんで、うん、いいと思いますね。このチャンスはできるだけこう毎年続けていただけるような形が取れたらいいなと思ってるんですけど、うん、ますます期待がかかりますね、はい、この二人も。なので引き続きハロプロ研修生の様子をお届けしていきます。それもお楽しみに。高い目がなくなるまでギュッて椿ファクトリー、抱きしめられてみたい。高木紗友希さんをお迎えしてお送りしてきましたタイニータイニー、エンディングの時間となってしまいました、うん、高木さんからお知らせ、はい、お願いします。はい、そうですね、今ハロープロジェクトのコンサート、絶賛開催中でして、今回はですね、J-POP のバラード曲をみんな一人ずつソロでこう歌っているので、ぜひいつもとはちょっと違う、ね、ハロコになっていると思いますので来ていただきたいなと思います。ぜひお越しください。今日はいろんな表情を見せていただきましたけれども、はい、これからどんなパフォーマーになっていきたいですか？そうですね、私は変化のある人になりたいなっていうのはすごく思ってます。その毎回こう、うん、こうライブを見に来たとかそういうその度にそのやっぱり
ハロプロエッグとかの時ってすごく、まあ、若いのもあるのかもしれないんですけど、成長が早い気がするんですよ。でなんかこう自分的にもすごくそれを感じたりとかしてたけど、そのやっぱりこうなんだろうな、基礎的なことも含めてなんかデビューしてからちょっとな、まあ成長すごくしたなっていう時自分的にもあれば、なんか止まってる気がしてすごく焦る時もあるので、そこをこうなんとかこうどんどん成長していって、皆さんに新しいそのジュースジュースだったり高木さゆきを見てもらえたらいいなと思ってます。いいですね、変化楽しみです。では最後にパフォーマーとして成長していくために1年間の自分に宿題を出してください。はい、じゃん、いろいろなアーティストさんの曲を聴いて、自分の技として身につける、うん、技をこう盗むってことも大事ですからね、はい、で自分のものにどんどんしていって新しく、はい、必死変化、進化していってくれるといいですね。はい、頑張りたいと思います。いやー、これからの進化楽しみにしています。ありがとうございます、頑張ります。タイニータイニー、今回のゲストはジュースジュースの高木さゆきさんでした。ありがとうございました。牧先生、今日は高木さんとゆっくり話してみていかがでしたか？はい、いやなんかそのなんていうの、ちょっとその私は研修生ハロプロエッグの時にずっと一緒にいたの でその後成長を見てきたはずですけど、なかなかこう一緒に仕事をする機会っていうのが限られてきてしまった中で、久しぶりにこうゆっくりお話をして、あ、大人になってるって思いました。そうですね、高木さん大人になってるじゃんみたいなそんな感じでしたね。高木から高木さんみたいな、うん、そうなんですよ、高木高木って言ってるのが、うん、高木さんみたいな感じになってましたね。いやでも先生がねそうやっておっしゃるってことは、彼女は本当にやっぱりその11年の間にものすごい努力を積み重ねてきて、ジュースジュースをやって今サブリーダーとしてね頑張ってくれてる。僕は初めてお会いしたんですけど、あの本当に何気なくこうハロプロのみんなを見てたんですけども、実際こうやってお目にかかってやっぱり今日で1日でファンになりましたね。あのものすごいやっぱり努力してるし、あのスター性だけじゃなくて頑張ってる姿をこうやって直に感じることができて、ああ僕も頑張んないといけないなっていうパワーももらいましたし、今日それから初めてのこの MC のお手伝いということで、ドキドキしながら、いやお手伝いの気持ちでもうこれから頑張っていきたいと思いますけど、あのこれからもよろしくお願いします。タイニータイニーではハロープロジェクトのメンバーの音楽やパフォーマンスを掘り下げてご紹介していきます。毎週金曜日に動画をアップしていますので、チャンネル登録をぜひお願いします。お相手は振付や歌舞伎本三ツ橋真希と松原健でした。さようなら。